皆さんこんにちは、ペストでございます。平成新鬼ヶ島後編ですね、今日から第4話に入っていきたいと思います。決戦の巻ということですね。さあ、いよいよこれが最後の話じゃと。わしはもうこの後出番がないが、最後まで諦めずに頑張るのじゃぞと。では始めるかのう。筆を手にした太郎が、亀の背中に乗って白石の泉にやってくると、そこにはすでに生まれ変わりの儀式を待つ乙姫がおったと。二人は今から生まれ変わり竜と戦わねばならん宿命にあるのじゃ。竜とは玉手箱から飛び出した邪悪の化身、鬼どもを操る全ての元凶じゃ。大いなる決意を胸にした二人は不思議な光の中へと入っていく。やがて儀式は始まった。二人の体と魂は一筋の鮮やかな光になると、一瞬にして遥かな距離を駆け抜け、とある山の中へと吸い込まれてゆき、二つに分かれ、一つは竹やぶに、もう一つは川へと落ちていったんじゃと。あとはみんなも知っておるの。乙姫は人間の女の子の姿でおじいさんに、太郎は、不思議なお椀の姿でおばあさんに拾われ、来たる運命の日まで二人は優しい老夫婦のもとで育つことになったんじゃと。ただ儀式を急いだため二人は生まれ変わる前の記憶をすっかりなくしておった。そこで不思議な少年金太郎が彼らを陰から導いていくとなったんじゃと。平和な時は瞬く間に過ぎていった。じゃがその間に竜の使いである鬼たちはすでに動き出しておったんじゃ。都に姿を現したやつらは乙姫と太郎を探して東へと魔の手を伸ばしていく。竜を封じる力を持つ、乙姫と太郎をまだ成長しきらないうちに片付けようとしておるのじゃ。そしてついに長串村にも奴らはやってきた。子供たちは村を離れておって、運よく難を逃れたのじゃが、かわいそうにおじいさんたちは鬼に魂を吸い取られてしまったんじゃ。後に残された二人はおじいさんたちの魂を取り戻すため、旅立ちを決意する。それが自分たちの運命であることはまだ気づかずにのうと。旅の途中、一匹の犬と猿に出会った二人は数々の冒険の末、ついに目指す鬼ヶ島へとつながる白石の泉まで戻ってきたのじゃ。そこには全ての運命を終わらせるために二人が再びこの地に訪れる日をじっと待っていたお花の姿があったんじゃと。さあ、男の、いや、名前入れんの太郎って言ってるから太郎でいいんじゃないのと思うけどね。もうめんどくさいから太郎にしよう太郎と乙姫そんなん言うんやったらね、一寸とかぐやになるんやけどね。はい、結構ですよ。
乙姫が生まれ変わりの儀式のため、白石の泉に結界を張っておよそ8年後無事に生まれ変わり乙姫という名前で育った乙姫とややこしいな彼もまた太郎という名前で育った浦島の浜の太郎それと不思議な運命に導かれ二人のお供となったリンゴと松之助は、白石の泉までたどり着きそこで待っておあそこで待つお花と巡り合うことができましたとお花さんですね乙姫様お懐かしゅうございますとあなたお花あなたのことはどことなく覚えているわでもまだはっきりとは思い出せないのごめんなさいいいえ姫様はこうしてここへ帰ってきてくださいましたいずれすべてのことを思い出されるでしょうあれ知り合いなのええ私は昔から乙姫にお仕えしていたものですとそういえばあなたもちょっとだけお会いした覚えがございますとあなたが生まれる前のことですとあなたもいつか思い出されるかもしれませんねといよいよ竜の玉を封じられるのですね、これから私もお供させていただきます何でもお言いつけくださいこうして、お花もお供に加わりましたいよいよ最後の決戦の始まりなのですと見るしかできないねああ。美しい娘です名前は乙姫と言います太郎と一緒に、優しいおじいさんとおばあさんに育てられましたとそしてそのおじいさんとおばあさんが鬼に魂を捕らえたことによりこの冒険の旅が始まったのですとこの犬の名前はリンゴですリンゴは住んでいた村を鬼たちに追われ一人ぼっちになった時日の江様のお告げに従い太郎のお供となりましたお供にだねごめんなさいで松之助この名前来そうな猿が松之助ですと宮水の泉を守る猿谷から日の江様のお告げに従いこの旅に参加しましたでお花この鳥の名前はお花です太郎と乙姫の生まれる前のことを知っているという不思議な鳥ですとダリ石でできた立派な泉です泉の中に何か見えていますと泉の中見えるとねおこれは不気味な島ですねで話していけばいいんかなねえ乙姫様ってよく思い出せないなタロウさんこれからどうするんだよとねえお花泉の中に見えるあの島は何だいと鬼ヶ島です竜が解き放った垂れた日から徐々に岩が集まりだし竜宮城を押さえつけるようにしてあの不気味な島が出来上がったのです鬼たちが集めた魂は全てあそこに集められているという話ですとそして竜の玉もきっとあの島のどこかにあるはずですとへえもう一回説明するんかいということですよね乙姫これが鬼ヶ島だとそういよいよねあの島に竜の玉があるのねそしておじいさんとおばあさんの魂もでもどうやって行くのとああ変わらないこっちかお花あの島に行く何かいい方法はないかなそういうことなら私にお任せくださいお花は大きく羽ばたくとおおなんと大きな体に変身しましたこれが日の江様から私に与えられた力ですやっとお役に立てる時が来ましたどうぞ私の背中に乗ってくださいすげえ
すごいね、確かに松之助びっくりしてるやん飛びついてね、なんか柱に捕まってますよね。よし、みんなお花の背中に乗り込むんだ。え、飛ぶの？おいだ、後から船で行くよ何を言ってるんだ、さっさと乗れよ弱虫。なんだと？はいはい、早く乗りなさいと。太郎、いいわよと。よし、お花出発。はい、と。こうして、2人と2匹と1羽の一行は鬼ヶ島を目指して飛び立ちましたと。わー、キャーと目がチカチカしますね。ちょっと本当気をつけてくださいね、これね。浮き寄っちゃうと。もうすぐ鬼ヶ島に到着します。しっかり捕まっていてくださいと。わかった、了解。鬼ヶ島、その不気味な姿の全体が見えてきました。うわー、不気味な島だなと。この島のどこかに竜の玉があるのね。うん、大きく開いた口のような部分は洞窟でしょうか。一回りして考えるということですね。すごいね早く安全な場所を探しましょうということですね。上行っちゃうとダメかな。おや、こんなところに泉が湧いていますよ。太郎たちは泉のそばに降りてみることにしましたと。わあ、嫌やなこれ、やめとこう。ちょっと後で行きましょう。そういうことね。あー、降りるところか。おお、一体さんがいる。あ、こうでもいいんかな。あ、戻ってきたね。うん、ちょっと泉気になるね。疲れが取れて、体中に力がみなぎるのを感じた。おお。おお、白石の泉と同じ匂いですと。ちょっと休憩していこうぜーと。ああ、そういうことね。第3のところでいいんじゃないかなーいうところですね。上行けそうですね。おお、鬼がいます。この道を見張っているようですと。この先に何か、重要な何かがあるのでしょうかということですね。なんだあれ、ゴツゴツした岩で囲まれていますと。おや、何かありますねと。白っぽいか、髪の切れ端でしょうか。ここからではよくわかりませんとね。
ああ、飛べないんだ。松の下かな。あれ、いいぜと、なんか飛んできたよね。器用に岩を登り、白っぽい変なものを持ってきましたと。これかいと。これ何かなと。よく見てもなんだかわかりませんとね。松之助、これ持っててくれよ。太郎は松之助に白い変なものを渡しました。ウキ、おいらいらないと、ジャポーンと。あ、なんていうこと、松之助は太郎から渡されたものを海に捨ててしまいましたと。あ、これおしのさんじゃな、なかったっけね。どこからか、乙姫を呼ぶ声が聞こえてきますと。誰と、乙姫は辺りを見渡しましたと。姫様、こっちです、海の中ですと。え、あなたは。乙姫様、お懐かしゅうございます。私、竜宮城で姫様にお仕えしておりました。やっぱおしのさんやね。うん、あ、おしの、少しだけ思い出したわと。おしの元気だったと。いえ、それが実はついさっきまで私、あの岩の上で干物になっていました。ああ、そういうことか。あ、あれ、あなただったのねって。お恥ずかしい次第でございます。海で漂っておりましたら、辺りの岩がどんどん集まり出して、この島が出来上がったんです。その時に私も岩と一緒に海から吸い上げられてしまいまして、身動きも取れず干物になってしまっていたんです。助けていただいて本当にありがとうございましたと。あなたも大変だったわねと。ところで姫様がここにいらっしゃるということは、いよいよ竜の玉を封じるのですねと。私もただ干物になっていたわけではございませんと。この島のことで私が知っていることは全てお話ししますから、何でもお聞きくださいと。竜の玉のある場所はわからないと。しかし竜の玉を封じることのできるものは玉手箱だけです。竜の玉を見つけたら玉手箱の中に封じてくださいと。玉手箱は封印を解かれた後に、亀の甲羅田新之助さんが浦島の浜から竜宮城へ持ち帰ったはずですと。しかしその後甲羅田さんとはお会いしていないので、詳しいことは分かりませんと。竜宮城はこの島の地下にありますと。どこからか行くことができるとは思いますが、詳しいことは分かりません。何でも知ってる言うてて。鬼を倒すには鬼切りまずると呼ばれる刀が必要と。私があなたと海の中でお会いしたあの日、私は竜宮城から鬼切り丸を安全な場所に運んでいく途中だったんです。しかしあの渦巻きが、より激しくなり、一緒に巻き込まれてこの島に打ち上げられてしまいました。きっとこの島のどこかの浜辺にあるはずです。あ、そう、鬼切り丸ね。島のどこかに豆腐岩と呼ばれる岩があると、どうもその岩に鬼たちが集めた魂を保管しているらしい。またそれ以上に何か秘密があるらしいのですが、詳しいことは分かりませんと。あー、なるほどね。ないかな、ネタ的には。じゃあ鬼切り丸を探さないかんねえね。ここ以下降りたけど、リンゴ、刀の匂いはしないかと。クン
くんと、ちょっと待ってくださいと、くんくんに言おうぞと。お、掘り出してる。あ、これは、あ、刀だと。簡単に見つかった。これが鬼切り丸か。リンゴよくやったと。やりましたね。リンゴが鬼切り丸を見つけました。これで鬼と戦えますと。はあ、はあ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 。ということは、あの一体さんの向こうの方へね、この色やったね。はい、ということで、ここで終わりましょうかね。20分経ちましたんでね、今回はここで終わらせていただきます。鬼退治は次回ですね。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。